あ、失礼しました。今、ビデオが途中で止まってしまいました。今、補助のカードを引こうと思って、そこで止まってしまったので、補助のカードを出していこうと思います。ウィスコンチ、これ、第2部ですね。さっきの途中で止まってしまったので。はーい。まあ、映画のような展開というか、トランプ氏の今の状況を、どうなっていくのでしょうか。これは悪魔の逆位置が、なんか今日さ、またで同じの出てるじゃない。昨日も出たし、このカードを昨日から出続けてる。シンクロしてる。では、行きましょう。世界のカードを占っていこうと思います。まず、世界のカードに、ドナルド・トランプ氏。これは今までで最高の仕事をしていますと言われています。最高潮です。今までとても時間をかけて長期計画でやってきました。今はとても健康状態も最高だし、何か怪我したとしてもいずれ完全に回復するでしょうと言われています。ですね。そう、この仕事は長い年月をかけてこれからもやっていきます。これ以上は望めない完成した状態となります。権力者となりますということが言われています。ただこれ逆位置でも出てるからね。この後同じカードで次、力のカードが出ました。これは勇気を持ってチャレンジしています。そして実力を発揮しています。根性で成績がどんどんアップしていきます。健康には恵まれています。そう、とても困難なことにチャレンジしています。しかし諦めずに努力し続けていますということが言われています。それで、まあそうですね。まあ結婚のところでは、困難反対にめげずに愛を育てています。永遠の愛です。お互いに勇気を与え合っています。情熱的に愛し合っていますという感じ。次に行きましょう。次はね、愚か者が出てきます。全力投球をするというカードですね。そして思いついたら即行動をしています。人目は気にしていません。底力があります。そう、人のやらないことにチャレンジしていますということが言われています。本音で生きていますという感じで、思い切ったことをしています。これはとてもいいですね。次に世界の逆位置なんだけど、これは何を意味するか。ちょっとね、少し前途多難な暗示も出てきています。そう、彼の考えが保守的すぎるっていうのが反感を買う理由だと言われています。
手を広げすぎるっていう意味のあるカードなので、あまり欲張らないで進んでいけば、なんだろう、これって世界のカードなんですけれども、終末のカードと言われてるカードで、愚か者が出ましたね、さっき。愚か者が当てもなく始めた旅が、ある種の修行というべきものであるならば、このカードによってその全ての結果を見ることになるでしょう。なんだろう。そうですね。今、とても難しい状況に、とてもいいカードが出ていたのですが、現在、ちょっと、難しい状況も出てきているという、この最終ラウンドで、それは、やはり、そうですね、保守的っていう問題が、もう少し新鮮な、ね、こういう、お年っていうのが、若い人からしてみたら、そういう人から反発を買うかもしれませんね。で、ちょっとこのカードがネガティブなのですが、これは最終結果という世界のカードで、完全という意味も含んでいます。ですから、どうなるんだろうね、ゴブゴブみたいに。世界が2つ出ちゃったじゃないですか、最初に正位置が出て、今、逆位置になってるのね。ですから、バランスの取れた状態で、小宇宙と、人間と、物質的にも精神的にも調和の取れた、そういう、存在、そういう状態で、平和を約束されていますというカードなので、これは、逆位置に出るとさ、こうやって、ネガティブな意味も含んでるのね。いいカードなんだけども、逆に出ちゃったからさ。ですから、あまりナーバスにならないで、完璧さを求めすぎないで進んでいけば、もう少しリラックスして力を抜いて、こんな感じで、あまりね、硬くならないで進んでくださいみたいな、そんなカードですね、これは。いやー、ちょっと、どうなるんだろう。では、最後の悪魔のカードの逆位置を見てみましょう。悪魔のカードは、とても、政治が悪いんですけども、逆位置は、解放されるという意味があります。悪い状態が続いていましたが、それが去っていきます。成績は徐々に上がっていきます。悩みが吹っ切れて、健康状態も良いです。そして、何か最悪の状態があるのですが、徐々に好転していくでしょう。それには自立心を保ってください。いいじゃないですか、これ。ね、いいカードが出ましたね、最後に。悩みが吹っ切れるって言ってるんだからさ、悩みがなくなるって言ってるので、そして、束縛から解放されますとか、ハードスケジュールがこれから今まで続いていて疲れていますが、回復して、体のね、疲れは回復していくでしょうということが言われています。このカードはとても悪いカード、正位置だとね。でも、逆位置なので、誘惑とかそういう意味のあるカードじゃないですか、悪魔のカードって。そういうのが全然、何もなくなって、悪いことからどんどん遠ざかっていきますという逆位置の
カードです。そうですね、いろんなことから、苦悩から解放されていきます。いいじゃないですか、これ。今のところ私はこういうふうに引いたのですが、まだね、わからないじゃないですか。選挙の結果とか、まだこの先ね、あんまり安心もできないし、だから気を抜かないで、最後の最後まで見守っていこうと思います。はい。それでは、どうもありがとうございました。また、後ほど。じゃおー。